ネルソン郡はアメリカ合衆国バージニア州の中央部に位置する郡である。2010年国勢調査での人口は15,020人であり、2000年の14,445人から4.0%増加した。郡庁所在地は国勢調査指定地域のラビングストンであり、郡内に法人化された町はない。郡内にはスキー場である。 ウィンターグリーンリゾートやスワナノア邸宅があり、またテレビ番組、ウォルトンズで有名になったウォルトンの山がある。多くのブドウ園があり、チビール製造所3軒、サイダー製造所1軒、ウィスキー蒸留所1軒、またクラブツリー滝がある。ネルソン郡はシャーロッツビル大都市圏に属している。17世紀にイングランド人移民がバージニア植民地に入った時、 ネルソン軍となった地域の住民は、スーゴを話すナヒッサン族と呼ばれるインディアンだった。彼らはおそらく、マナホーク族とつながりがあった。ネルソン軍は1807年にアマースト軍から分離して設立された。翌年軍政府が形成された。軍名は、アメリカ独立宣言の署名者であり、1781年には、バージニア州知事を務めたトマス・ネルソン・ジュニアにちなんで、 名付けられた。これより以前にバージニアでやはりネルソンにちなんでネルソン軍と名付けられたものがあったが、1792年にバージニアから分かれたケンタッキー州の一部になった。1969年8月19日から20日の夜、ネルソン軍はハリケーンカミーユに近する大きな洪水に見舞われた。このハリケーンはその2日前にメキシコ湾岸を襲い、 上陸した後は弱まり、ブルーリッジ山脈の東側に止まって、主に3時間の間に、世界記録的な降水量である27インチを降らせた。5時間雨量では37インチとなり、前日も1時間あたり5インチの土砂降りだったので、地面はすでに飽和状態だった。樹木に乗っていた動物が溺れ、人はその口や鼻の周りを手で塞いで息をつく、必要があった。洪水と、 土砂崩れで153人が死亡し、中でもローズランド、タイロー、マッシーズミルだけで31人が死亡した。ネルソン郡では133の橋が流され、いくつかの町が水没した。ちっぽけなデービスクリークの町では、52人が死亡、または不明となり、洪水が収まった時に35件あった家屋のうち3件のみが助かった。何人かの遺体は見つからなかった。 25マイル下流で見つかったものもいた。全軍が事実上孤立し、多くの道路とあらゆる橋、電話、ラジオとテレビ、電力も遮断された。タイ、パイリー、バッファロー、ロックフィッシュ各河川の水がジェームズ川に流れ込んだ。モーリー川がロックブリッジ軍のグラスゴーの町を破壊するなど、州内至るところで大きな洪水となった。ネルソン軍から流れ出た水は、 ハットクリークなど他の支流から出た水と合わさり、ジェームズ川下流80万、さらに数マイル下流、サウスリッチモンドのジェームズ川はシティロックスで水位28.6フィートとなり、以前は別のマンチェスター市だったサウスリッチモンドの中心街とかなりの部分を水浸しにした。この洪水による被害総額は州全体で1億4千万ウェイドルと推計された。しかし、 ネルソン軍。ネルソン軍では人口の1%が失われ、また見つかっていない。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は474平方マイルで、あり、このうち陸地472平方マイル、水域は2平方マイルで、水域率は0.41%である。ブルーリッジ山脈が北西の軍境になっている。ジェームズ側が、 南東の群座海である。軍内には、ロックフィッシュ、タイ、パイニーの各河川が流れ、他にも多くのクリークがある。アフトン山を越えるアメリカ国道250号線、東向き沿いに立つ、歴史標識以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。軍内には、都市も法人化された町もない。以下は、未編入の町だが、これが全てではない。 ネリーズフォードに近いウィンターグリーンリゾートは1975年にオープンした。開発計画は1969年に始まり、45ホールのゴルフ場、スキーとスノーボード、チュービングができるスロープが計画された。ブルーリッジ山脈の東斜面にできたウィンターグリーンは上から下へのリゾートであり、アメニティのすべてが頂上や尾根に作られているのが、 伝統的なスキー場と異なるところである。タイ川に沿った元バージニアブルーリッジ鉄道の部分が現在はブルーリッジレールトレールの一部に使われ21世紀初期も開発中である。このトレールは最終的にジェームズ川とブルーリッジバークウェイ、さらにアパラチアントレールとをつなぐ予定である。タイ川の一部は急流下り、カヌー、カヤックに使われている。この急流は クラスイから2に指定されている。水流の状態によってはクラス3に近づくことがある。軍内の公共教育はネルソン軍公共教育学区が管轄している。小学校2校、中学校1校、高校1校を運営している。中学校と高校は隣接しており、ラビングストンのすぐ郊外にある。すべての成人には無料で一般教育終了検定を提供している。 ありがとうございます。